せます。はい、ということでもう寒くなってきたんですけど、やっぱりいつになっても食べたいものありますよね。そう、サーティワンのアイスです。今回はそのサーティワンのアイスを買ってきました。じゃじゃん、こちら見てください。サーティワンのこのアイス、でかっ。俺の顔4つ、いや2つだ、2つ分くらいのでかさで開けていきまーす。このでっけえサーティワンのアイス、今回何するかと言いますと、一人で全部食べきりたいと思います。サーティワンのアイス、一人でこれ全部食べきっていきまーす。オープン。わっ、わわ、ドライアイスがもう熱気がすごい。熱気じゃねえや熱気じゃねえ、熱気、熱気がすごい。皆さん見てください、このちょっと出てますよね、あそこに。なんか黄色いのが出てます。さあ、開けましょう。どう開けようかな。入れよ、入れ。じゃん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 。おほほー、出てきました。来ました、プーさんのホールアイスケーキでーす。イエーイ。というわけで、こちらのプーさんのホールケーキ、あああというわけで、こちらのね、プールさんのこちらのプーさんのね、ホールケーキアイスをちょっと一人で食べきっていきたいと思います。プーさんがラスボスみたいな感じでね。はい、ということで、プーさんのホールケーキいただきます。あ、食べていきましょう。見て、この可愛いプーさん、期間限定のプーさんなんでね、限られてます、このプーさん食べれる人は。さあ、いただきます。まず目からね、目からいただきたいと思います。ああ、プーさん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 、もうちょっと真ん中につけようかな、プーさん。あはは、一気に一気にうるさくなっちゃった、なんか目の位置でこんな変わるんや。気を取り直していただきます。あー、美味しそう。あー、結構やっぱ溶けてる。いただきます。うん、優しい味が、あー、ポロ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 落ちちゃう、これ。うん、優しい味、優しい味、すごい。これ何味なんだ、これ。いちごかな、いちごかクッキーか。でもすごい食べやすいな、中身。これ、あ、中身こんな感じで、これストロベリーだね。ストロベリーの味してます。で、中にバニラが入ってるのかな。うん、シャッテー。うん、もうプーさんも、プーさんの姿の可愛さゼロ。うん、うん、これ全然余裕じゃない、食べきんの。これなら休憩なしで余裕で食えそうな気がします。サーティワン、よくディズニーとコラボしてるよね。ディズニーツムツムとコラボしてたりとか、なんか結構ディズニーと仲良しなイメージがあるんで、ぜひ僕とも仲良くしてください。うん、うん、もうこんな食べたよ、もうこんなに、もうこんな食べたよ。テンピーズの時は2人で一緒に食べて結構いっぱいだったんだけど、もしかしたらこれいけんじゃない、1人で、1人でいけたら結構すごいよね。うん、だってこれめちゃくちゃパーティー用だよね。サーティワンで買う時に、お誕生日ですか、パーティーですかみたいなっていね、その2択で聞かれたんだけど、俺どっちでもないじゃん、誕生日でもパーティーでもないし、ましてこのメッセージカードも書きますみたいな感じでさ、書くことないから、とりあえず店員さんに頑張れって、1人で食べきるの頑張れっていうのを書いてもらいました。1人でしか食わないからね、これね。誰かと共有して食うわけでもないし。うん、なんだ、なんか中に、なんか中に、なんか、なんか中に入ってる、わかる。この真ん中の層に、3層くらい、これこれこれ、この辺にね、キャラメルみたいな感じのが入ってて、それがまた美味しい。キャラメルリボン、俗に言うキャラメルリボンか。うんうん、こんなんできるのも一人で食べるからこそですからね。パーティーでこんな食ってたもん、もうマジ KY だよ。マジで汚いからやめろってなったら、これ一人で食うからこそのこの、うーん、おんふん。これ話したか分かんないですけど、初めて食べたサーティワンのホールケーキが高校2年生の頃で、友達でもないけどたまにクラスに来るみたいな女の子が、昼休みにサーティワンのホールケーキを食べながら泣いてて、なんか友達じゃないんで直接話してないけど、聞き耳を立てると、どうやら彼氏に誕生日かなんかのサプライズでサーティワンのホールケーキをプレゼントしたんだけど、けどその彼氏が恥ずかしがってかなんか知んないけど、なんかそれを断ったみたいな、いらねえよみたいな感じで言ったみたいな、それが原因でその彼女さんが泣いちゃってて、んで俺は慰めることもできず、クラスの端っこから見てたんですけど、その時にこう一人で虚しく食べてる、ん、慰めてる女友達とその彼女さんと二人でなんかホールケーキ食べてて、その彼女の友達の女の子はそのクラスでちょっと友達だったから、ちょっと藤枝来てって言われて、で俺が行って、あんたこれ食べて食べてみたいな言われて、こうなんだろう、すんごい気まずい空間でそのホールケーキを急いで食べるっていうのが初めての経験でした。Ha ha ha.
この話。なんかね、食べてんのは知ってる。見たと思う。え、うん。多分なんかめっちゃ食ってんだと思う。え、知ってる？場面だけ見た。チーズってって言われて。うん。何食べてん？あ、いいの。そうそう、そんな感じだった。え、誰の彼女が覚えてる？いや、わかんない。そういうのどういうの？芸能界の頭だよ。ははっ。ちわかんない。あら、名前忘れてる。その子の彼氏、彼女さんがね。うといよね、そういうの。うとい。興味ないんだ。全く関係ないし。確かに。でも俺のラップは聞いてくせに。俺のラップは聞いてみんなに広めてたくせに。食べる？え？ちょっと食べる？ああ。うん。なんか全然さすがにちょっとよ。まあね。きついとかじゃないけどね。優しさ、その。なんだろう。まあ、ずっとね、見てるだけだね。うんうんうん。申し訳ないから。あ、すぐも全部使ってました。まあ、ほぼ一人ですけどね。まあ、そうそう。そうそう。全然。すごい溶けてきたんじゃん。もう全然遠慮なく。おいしい。うんうんうん。いちごかだった。いちごだね。ね、プーさんなのこれ。かわいい。へぇ、あ、もう全然。あ、もうちょっと食べすんじゃないで。あ、ちょっとや。ちょっとね。ちょっとや。ちょっとだな、ほんとに。ちょっとだな、ほんとに。いや、でも基本バニラ主体で。うん、バニラ主体。あ、それはない。あ、もう、あー、チョコの。サティワンのホールケーキ食べたことある？ない。え、ないの？普通ない。え、普通ないの？あるだろ。ないでしょ。ないか。俺もないわ。でも企画でこれ3回目食べるの。でもそれ以外だったら、その高校の頃の1回と、うん、テオ君の誕生日の時に1回食べた。それ意外とないかも。あと1回あれだ、タクマと新宿で。あ、そう、それも入れてる。企画で3回目。あれじゃない？友達と行ってもわざわざこれを買うってなっちゃう。うん。ほら。サーティワンでも食べたことある？うん。サーティワン食べたことない人いるの？いいじゃない。おじいちゃんとおばあちゃん以外よ。何それ、ボディバーじゃないの？え、そっちのタイプ？いるんじゃない、ボディバーとか。金持ちタイプだ。逆にハーゲンダッツ以外よくわかんない。ハーゲンダッツより高いよ、サーティワンって。え、うん。うん。一番高いよ、サーティワン。あれ。え、ボディバーわかんないけど。ホールケーキだね。うんうん。一つ一つ。うん。いやいやいや、最後一つ言うよ。あ、うん、基本俺ですからやっぱり。そうで食べきるっていうあれなんだよ。ゆっくりゆっくり、最後の一口どうぞっていうから、これ全部一口言う。いやいやいや、違うよ。だいぶなくなりました、これ。じゃあ残り食べきっちゃ食べたいと思います。ちょっとしんどくなってきました。結構味が同じだからね、飽きがきますね。これはバニラとイチゴしかないから、もうちょっとさっぱりしたのが欲しくなる。オレンジソルベとかラムネアイスとか、さっぱりしたアイスがすごい好きなんだよな、サーティワンの中だったら。なんか気持ち悪くなってきますね。これキャラメルリボンだよ、わかるかな、この感じ。キャラメルリボンだよ。食べていきます。これバニラじゃなくてキャラメルリボンですね、確実に。あ、しんどい、しんどいよ。あとこれだけ、頑張れば一口でいける。ミキさん、あ、しんどい。あ、きつい、きついな、これ一人で食うとすごいもんな。あ、しんどい、しんどいわ、飽きるわ。今、こってこての焼肉食べたいわ。大好き、飽きた。あとはこのスプーンに乗ってるものを食べたら終わりです。あとちょっと。ラストいっちゃいます。いきます。きつっ、結構量はな、これまだ色が、味が違ったらまだいいかもしれないけど、この同じずっとこってりしたアイスを一人は結構きついな。でもギリギリいける範囲ではあるかもしれない。でも本当にきつい。